パーティーフリーとかじゃない。完食お願いします。完食は分かんなかった。ありがとうしか言えないのか。ちなみにレアードもそうですねは言える。そうだよね。そうそう。やっぱデーゲームは僕はここに線引きますけど、線引くときは何かよく僕はと思います。この線引いたときは僕が打つんですよ。わー、あれはすげーわ。甘いわ、甘いわ。あれはすごい。バレンディンすごい。チームも頑張ったですか。ジャイアンツ相手に3連勝となりました。ここはね、ヤクルト強い。ライト。バレンティンオープンハウス。東京に家を持ってきてるよ。素晴らしいゲームができたので、本当に皆さんの応援と、後押しがあっての、野球ができていると思います。ありがとうございます。紳士。バレンティさん、目標をこれ聞いてもよろしいでしょうか。ああジャパンクレーンズ強いわ。何何と言うジャパン使わせてください。ありがとうございます。そして入れ替わっていただきまして、中尾さあ黒いね初勝利となりました。中尾です。ありがとうございます。今の気持ちいかがでしょうか。いや本当に嬉しいです。この神宮でのプロ入り初の、まあ、お立ち台のことになりますけれどもね、この今景色っていうのを今こちらにお見上げてるんですね。これはどうしますか。母に送ろうと思います。ヤフオクでいる。ヤフオクで親が一回ヤフオクでいる。そこに持っていきたいと思います。信じない。メルペリですか。誰に一番今伝えたいですか。ずっと応援してくれた母に届けたい。いいやつや。ちなみにお母さんがやってる居酒屋の一押しメニューに教えてください。家庭料理が売りなのでそういう系だったらとても美味しいです。具体的にはめちゃめちゃめちゃおハンバーグ掘るね。ハンバーグハンバーグ中尾の実家ハンバーグですね。2試合続けてリリーフ陣の立ち台となりました。本当にリリーフがチームに力を与えていると思うんですけど、それについていかがでしょうか。去年投手陣がと言われ続けてきたので、まあ、今年こそ投手陣で勝てるチームに。いやー今年ヤクルトマジすげえわ。頑張ります。どうしよう。ではチームを代表してファンの皆さんにメッセージお願いします。それではまだ余裕いないです。そうだよ、まだ優勝もいないしさ。こういう試合を続けていって打線優勝できるように頑張ります。